油は太ると思っていませんか？この動画をご覧いただきますと、ダイエット効果のある油がわかります。またその正しい選び方がわかるんですね。なので、あなたはダイエット中でも油を取りながら痩せることができるんですよ。では、早速本題に入っていきましょう。こちら、ポイントです。普段使っている油をオリーブオイルに置き換えるだけなんです。このオリーブオイルが持つそのダイエット効果なんですけれども、その理由ですね、お伝えしていきます。オリーブオイルのその主成分であるこのオレイン酸というこの成分が、あなたの腸内環境をですね、整えてくれる力があるからなんですね。それはやはりその腸をこう活発に動かしてくれることで、腸のその蠕動運動がスムーズにいきます。そのことでしっかりとまあ便通が出たりですね。またもう一つ、糖質がゼロなんです。ですから糖質制限でダイエットを頑張っていらっしゃる方にもおすすめの油なんですね。ただし糖質はゼロですが、油ですからやっぱり脂質はですね、高いですよね。まあ、高カロリーなわけです。ですから摂るその量が大事ですよ。たとえそのダイエット効果があるからといって摂りすぎてはやはり NG なんですね。でそこで目安です。まあ、1日あたりダイエット目的であれば、やはり小さじ1程度の量がおすすめなんですね。では具体的に、じゃあオリーブオイルといってもどんなものを選べばより効果があるのかということについて、具体的に事例をお伝えしていきますね。選ぶポイントです。まず1つ目、遮光性のボトル詰めであること。例えばこう透明の容器であったりプラスチック、そういったのはオリーブオイルが持つその効果がなくなってしまうんですね。まあ、酸化してしまうわけです。オリーブオイルはとても光に弱いオイルですから、必ずこの遮光性のボトル詰めであることが条件。では2つ目です。オーガニックの認証のマークがついているかですよね。やはりその粗悪な、まあ、素材のものであれば、まあ、もともと効果が薄いわけですから、良質のものを選びましょうということ。では次、最後です。IOC JAS JOA と、まあ、いろいろねつらつらと書いておりますけれども、まあ、これは何かと言いますと、オリーブオイルのそのまあこう基準を満たしている、まあ、その認証されたマークのことですね。まあ、IOC は国際的な基準、 JAS は日本国内での基準で、 JOA はその国際基準を満たした日本が認定したまあマークということです。で、私ちょっと先ほどですね、整体サロンのまあ、近所にあるお店に行ってとオリーブオイル見てきたんですね。でこの選ぶポイント、基準を満たしているオイルってやっぱりですね、なかなかなかったんです。でやっと探したのがこちらの1本だけだったんですけれども、こちらはエキストラバージンオリーブオイル でしかもオーガニックのマークがあって、あとここにもっと見にくいと思うんですけども JAS というちゃんとマークがあって、で 100% イタリア産有機オリーブ使用ということで、裏を見るとやはりその収穫後24時間以内に、まあ、コールドプレスを、製法で作りました。まあ、要はこう高熱で加熱されてないものなんですよね。でしかもこう遮光の瓶でボトル でオーガニック で JAS のマークがあって、やっとこれをね、あの探すことができたんですね。で、まあ、他に並んでいるオイルはやっぱりこういったマークねなかったんですね、残念ながら。ですので、まあ、ダイエット目的で、しかも健康で綺麗に痩せるためには、こういった、まあ、選ぶポイントをあの基準に選んでみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。今回の動画のまとめです。普段使っている油をオリーブオイルに置き換えてくださいということ。なぜかというと、オリーブオイルが持つその成分があなたの腸内環境を整えてくれて、結果痩せ菌と呼ばれる善玉菌がまあ元気になるから。そして、まあ、ただし、まあ、オイルですから摂りすぎはダメですよということ。1日あたりはまあ大体ダイエット目的であれば小さじ1杯程度にとどめましょうということですね。ぜひ、普段の油をオリーブオイルに置き換えていただいて、あなたはダイエット中でも、綺麗に痩せていっていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルはこのようにこう様々な腸活法をお伝えすることで、女性が
健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録していただいて、どんどんご参加ください。励みになりますし、とても嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。